あ、そうですね。去年、一応こう、3試合やって勝ち越したんですけど、後半ちょっと2試合が判定になっちゃって、ちょっとそこが、ちょっと、まあ、プロとしてダメかなって思って、で、まあ、自分の練習でもちょっとこう、いろいろ考えてみたりして、で、やっぱ固めないで、ちょっともっとアグレッシブに、行かないとなって思うようになりましたね。ちょっと負けちゃダメだっていうのをちょっと思って、こだわりすぎちゃったかな。なんか最近カルペディウムで所さんとかとたまにスパーリングするんですけど、やっぱり練習から面白いんですよね。練習のスパーリングから。だからやっぱ普段からこう固めて、テイクダウンして固めてるんじゃなくて、やっぱりしっかり取りに行って、で、下になってもこう仕掛けて、まあ、自分からこうどんどん攻めたりとか、なんかそういうの大事だなと思って、ちょっと意識的に普段の練習からちょっとなんかこう面白いこう攻防ができるようにちょっと今考えてるんですよね。そう、だからちょっとそういうのを本当は今度試合で出したいなと思うんですけど。まあ、あとやる相手で、まあ、藤巻選手とかぐらいかなと思ってたんで、まあ、どっかで当たるかなと思ってたんで、それは別に驚きはしなかったですね。そうですね。まあ、藤巻選手は結構、なんかアグレッシブにのストライカーだなと思って、まあ、強いとは思うんですけど、まあ、自分もちょっと気持ちで負けたくないなと思ってるんで、そうですね、次がどうっていうよりは、藤巻選手、強い相手だと思うんで、そういう人に勝ってね、自分に自信つけたいですね。いい試合にしたいですね。そうですね、結構、周りで言うと、マネージャーの木下さんとか、あと、フィジカルいつもやってくれてる和田さんとかが、なんかそのベルトを取ってほしいってすごい言ってくれるんで、まあ、自分自身もそうなんですけど、まあ、やっぱりそういうふうに応援してくれる人が本当にいるんで、そういう人たちのためにもちょっと取りたいですね。僕はもし取れたら、今度チャンピオンになって、こうそれこそ外国人の人とかテストに呼んでいただいて、でそういう人に勝っていって、で70キロが盛り上がったらいいかなと思いますね。平選手は平選手でこうすごい大会盛り上げて、すごい大事なあれなのかもしれないですけどね。まあ、でもそれまた70キロの戦い方とちょっと違うんで、そこはまあ俺がやってもいいんじゃないかなと思ってますね。そうですね、藤巻選手との試合は、お客さんがこう喜んでくれるような面白い試合して、その上で僕がフィニッシュして勝ちたいと思ってますね。